チェンジってありますよね。そうそうそう、スピードが、スピードがすごい元気になりましたね。生でいきますよ。はい、コツすごいね。これはこれは、私は最近ですね、最近ちょっと痛いかな、血が入ってますもんね。あ、ほんとね、ちょっとおかしいですもんね、もうこの時点で。うわ、はい、首はね、だいぶ傾きは取れましたね、シワもね。ダイアンちゃんが使ってる美顔器、おお。もうすでに顔色良くなってるんだ。いや、そうなんですよ。噂の旦那の井上です。サーカスです。ハリキュートレーニングある日の院長、坂広先生です。よしにくしていきましょうかね。どうですか、なんか顔を使った感じっていうか、あの動かした感じですね。なかなか動かさないからね。コップ何なんですか、ちなみに。これゴミ入れです。ゴミ入れです。コップがゴミ入れて、ゴミ入れて入れやすいじゃないですか。坂広先生がこうね、治療家になったなんかきっかけとかいきさつってあるんですか。もともとね、私あの先にこの柔道整復師っていう資格を取ったんですよね。まあ、いわゆる整骨院の先生の資格ですよね。それになろうと思ったのが中2なんですよ。お、結構早いですね。もともと私がスポーツやってて、何うちの家、小学校の頃は水泳と陸上、バレエ、あ、いろいろやってるね。いろいろやってたんですよ。で、バレーボールの試合の前日に私多分捻挫したんですよ。多分捻挫、その時は分からん、ね、あ、なるほど、ね、小学生やから。でも試合出ないかんとなった時に、最初に連れて行かれたのが接骨院。あ、なるほどね。そっからですかね。でこの仕事なんなんやろなみたいな話になって、で調べたら柔道整復師っていう資格があると。そうそうそう。でなんか中学校の時は剣道部だったんですけど、その時に結構腰痛がひどくなっちゃって。あ、剣道でね。なるほど。もともとね、あまり腰が悪くない方なんですね。いろいろいい腰ではなかった、いい腰ではなかったんで、っていうことで体にガタが来まして割と早い段階で肩が来ましたね。でやっぱり生理痛とかね、ひどかったんですよ、そのせいで。あ、生理痛ね、こんなこんなでこういう仕事面白いなと思って、初めは柔道整復師になったんですね。なるほど。どうですか、まだ痛くはないか。痛いです、はい、痛くない、大丈夫、はい、よかったです。学生の時にも勧誘されたんですよ、鍼灸師ならないって。あー、その柔整師の学校行ってる時に。そう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 。あー、で当時はスポーツトレーナーとかね、そっち系にすごく興味があったんで。ああ、なるほど。でこのスポーツトレーナーでやっぱりこう活動されてる先生、鍼灸師持ってる方が多かったんですよ。大体今みんな持ってますからね。ですよね。持ってるっていうか鍼灸師がスポーツトレーナーばっかしてます。そうなんですね。ってことは、あれ鍼灸師の方がいいかなってところからですね。ああ、始まりも途中もずっとスポーツスポーツみたいな。そうなんですよ。利用だけとかではなく、何でも対応したい気持ちはどっかにあるんじゃないですか。実際ね、何でもやってますからね。何でもやってますから、ね、大体できる。ね、本当。何急に。こんな感じですよってことです。ああ、まあでもね、美容鍼灸もやっぱ基本治療ですからね。うん、体の治療があってこその顔の針っていう概念にしますからね。やっぱり私がニキビ肌っていうのがすごくね、コンプレックスなんですよ。ね、でも前よりだいぶね、綺麗になりましたよね。やっぱりいろいろね、やっていくうちに私に合うことが何なのかっていう話になってくるじゃないですか。うん、で結構聞かれるのが、何使えばいいですかとか聞くわけなんですけど、いや、あなたの体に合うものでいいですよっていうのが正解になりませんか。そうですね、実際ね、万人受けするケアってないですからね。特に肌はね、うん、この人がいいって言ってたから使ったけどダメだったって、それは当たり前なんですよね。まあその人に合ったケアですからね、うん、それはね、嘘つかれたとかそういう風に言う人もおるわけじゃないですか。あ、そこはもったいねえなって思うんですよ。そんなの分からんからねっていう。まあ
ね、伝え方とかもありますけどね、もちろんね。高木の先生も YouTube の自分のね、チャンネルでいろいろ検証してますけど、あれようやるなと思って僕も見てますけど、辛かったでしょ、死ぬかと思って。あ、だってどれぐらいやってました？3ヶ月ですか？3ヶ月だって顔ボコボコになったって。すごいよね。でも実際、まあ、私がやったのはハドランジーでしたよね、うん、いや真面目だなと思って、うん、このマイクロスコープ頑張って撮ったんですよ。でしょう。いや結構ちゃんとやってんなと思って、もう私ニキビどんだけできるんやと思って、ね、まあこういうのもあって、ハドランジキのいいところ悪いところっていうのがみんなに伝わったらええなっていう感じだった、うん、やっぱねメリットデメリットですからね、合う合わないはやっぱありますしね、うん、そう僕もね基本的にハドランジキは推奨派ですけど、やっぱり合わない人もいますからね、うん、そうなんですよ。内容が気になる方はですね、動画下の説明欄にリンクも貼っておりますので、ぜひ見てみてください。本当ね、すごいあの検証されてますので、ようやるなと思って僕も見てました。もう私は心も体もボロボロになってて。いや、あれきついよね。あ、それは噂の。あ、来た。一回やれるところまでやるっていうのが私のなんか多分モットーなんだと思うんですよ。いやだから本当真面目ですよね。ありがとうございます。尊敬しますもん。こんなもんですかね。どうですか。あっという間に終わっちゃいましたけど。スピードが。スピードが。すごい。ちょっと眠たくなっちゃう。気持ちいいです。早い方がねいいと思うんですよ、僕個人としても。刺激が少なくて済むし、結構ねあのゆっくり自信なさげに打たれる先生も多いので、あれの方がねあれはやっぱ怖いんですよね、受ける側としては。チェンジって言われます。そうお願いします、チェンジしてください、ね、まあねなかなか言えないんだけど。あんま経験がない先生とかも美容鍼灸ってやっぱ多いので、今そうですね、そこはやっぱ気をつけたいなって思うのと、やっぱそういう先生への指導っていうのもね、やっぱりまだまだ弱早者ですけどね、美容鍼灸の講師としてもねやっていかなきゃなとは思います ね、 そうですね。誰にやられるかって言って大切じゃないですか。ああね、前の動画でもちょっと言いましたけどね、そういう意味では信頼できる先生にやってほしいんじゃないかなとは思いますけどね。そうですよ。特に顔とかね怖いでしょうね、初めてだから。特に特にやっぱ針ってね、どうしてもこう、うん、こんだけ動画で出してたらね痛くないかなと思われるかもしれないですけど、やっぱ見た目がね実際刺さってるし、やっぱこう痛そうっていうイメージがあるので、信頼できる先生にねしてもらいたいですよね、っていうのがあって今回も徳島まで来たんですけど、ありがとうございます。徳島の方々おすすめです。イエーイ。徳島とかにもね、病神宮というかお店が増えてきてくれてる、私は嬉しく思ってて。ああでもそれはいいことですね。そう、ここで合わなかったけど違うところに行けるっていう選択肢が増えるって大切だと思ってて、やっぱ合う合わないありますから、ね、そう、どうしてもこれは仕方ないと私も思ってるんで、私の施術を受けていいなと思ったら続けてくれたらいいし、あどうも合わんなってなったら、健康に対する姿勢っていうのはやめないでほしいんですよ。美しくなりたいとか思うんですけど、途中でやめることがもったいないなって思ってもらえるようなね、鍼灸師でありたいなと思っております。以上、坂広先生の熱弁でした。いやずっと放置されてたこのサーカスよ。そろそろ行こうかな。体がすげえ軽くなるので、うん、おすすめです皆さん。おすすめですね。1回でもいいんですけど、できればね5回ぐらい続けると本当にもうこの効果が本当元に戻んなくなるので、うん、もう皆さん針最初怖いなと思っててもなんかハマってくるっていうね。いやでもあの効果を実感するとね、やっぱこう続けてみたいなって思うのはそれはあると思うんですよね。やっぱエステとか美容皮膚科とは概念がそもそも違うので、うん、治療ありきですからね、美容鍼灸って。そうですね。なんかめっちゃ元気になりましたね。目がね開いたな。ネタ疑惑。え？あ、起きた。いろいろありますよね。そうですね。ちょっといろいろ使ったりしてて、引き出しが多いって大切ですよね。やっぱ本当にスキンケアって千差万別なので、同じケアが合う人の方が少ないですからね。はい。さ、サーカスは綺麗になったの。だいぶちっちゃくなりましたね。どうですか感覚として。顔が軽い感じです。
怖がる、うん、背中、お尻、腰は蚊ですね、さっきの感じがない。うちろ見てもらえますか、これが気になってしまう。美容師泣かせ。でもここがちょっと硬いな。一本針打っておきますか。針針です。先生とかお灸とかもするんですか。お灸するんですよ。本当何でもするね。はい。どうですか。あんまり響かんかも、ここ。痛くないです。ちょっと上向きになってもらって、ズンってきたら見てください。はい、OK です。これで立ってみてもらう。ああ、いい。どうでしょう、気になるところで見てよ。頭。僕は気になってない。若干、この辺がなんか残ってる。少しですね。わかりました。上も気にますか。これはこれはこれはある日の仕上げ。ほんま、これは何も考えてないんですね。そうなんです。意外とね、ほんと腹がね。これ今触って自分でどっちがどうなってるとかわかります？ちょっと高いです。高いですよね。ちょっと触っていいですか。奥さんごめんなさい。すいません。奥さん治療ですよ。奥さん仕事行きます。はい、近くに。これと、はい、こっち、こっちが痛かったですね。そうですね、これやね。どうですか。いや、めっちゃ痛いです。なかなかね、触られないよね、チコツってね。最初は私の指をクッションにさせてもらうんですけどね。はい、力抜いて、ふぅー。はい、力抜いて。でも、こんな痛くないでしょ。大丈夫です、はい、ですよね。生でいきますよ。はい、生でいいですよ、言い方に。回数多くなかった。今、自分で触ってどうですか。おお、揃いました。揃いましたね。ああ、立ってもらって。すごいよね。あの一瞬で恥骨が変わるってすごいよね。そうです。お尻もすっかりした。ここはだいぶ楽に。次どこがあるんですか。上に上がった感じです。場所変わった。OK です。さっきね、左側叩いたんですよ。うん、そうですね。うん、右叩いたらどうなるかっていう話なんですよ。おお。台風。これね、本当に地味にね、痛いんですよ。でもあの一瞬で終わるからいいですよね。どうでしょう。あ、いい。ない。なくなった。へえ。すごい。恥骨すごいね。すごいんですよ。だから自分でやるにもこの前側やから、私はすごい自分。どういうポーズですよね、したっけ。ですよね。そんな生々しい実演されなくてもいいんですけど。でもすっごい楽なの、いい感じ。応急処置にはすごくいいです、自分で。本当はちゃんとね、全体見た方がいいんですけど、それを整えて最後に恥骨で締めたら良いかなって感じなんでね。でも今お尻いい感じですね。いい感じです、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。うちのサーカスがね、綺麗になっちゃって。いや、本当軽いし、なんか触った感じが全然違う。今回ね、美容神経に加えて美顔器の汚れ取りとクレンジング2種類と EMS をして皮脂目の方をやってみました。でもあの汚れが取れるだけでも浸透率って良くなりますからね、うん、そうですね。最後の化粧水とか針の効果自体を高めてくれるので、やっぱ一緒にする感じが多いですか。そうですね、やっぱりメンテナンスの患者さんとかはやらんとこかなと思っとったけど、やっぱりやるみたいな患者さんが案外多いですね。癖になる感じ。癖になる。でさらにね、今回ある日の仕上げもどうでした？初恥骨。初恥骨、いや僕なんか回数多かったですよね。そうね、僕にパスパスだった。パスパスパスだった。なんかちょっとサービスの気持ち、ねぎらいだから。サービスの気持ちです。まあ、でも実際ね、僕より。悪いですよ。皆さんね、僕、疲れは溜まってますけど、体にはね、意外と気をつけてますから、はい、改めます、生活をよろしくお願いします。頑張りさます。先生のところは美容鍼灸を、まあ、今回動画見て受けられたいなっていう方は、はい、いくらになるんですか。
そうですね、今日やった今日いろいろしましたからね。今日、まあ、美容神経だけで言うと今日のコースはスタンダードのコースなので、お顔の、ね、気になる部位を私がやっていく形で、針の本数っていうのは決めてないんですけれども、まあ、その金額が16,500円、食費税込みですね。初診料はアンケートとかしていただいたらなしということで、16,500円でさせていただけるんですけど、もしもっとライトに施術美容神経試してみたいなって方はベーシックコースっていうのがうちにあるんですよね。お顔のツボが20箇所っていう風に決めて施術するコースがあって、それが17,000円ぐらいが初回限定価格の7,980円。じゃあ僕が受けた内容と金額的には同じで、そうそうよね、吸い棚と針のやつが7,980円で、今回の美容神経のベーシックが7,980円。じゃあ同じ金額でどちらでも受けれると。そうですね、これは選びやすいですね。そうですね、美容がいいという方はピエロが受けた美容の先生がいいですと言っていただければいいですし、治療がいいという方はですね、悶絶してたなんか院長の先生がいいと言っていただければいいかなと思います。でまたそこにいろいろお悩みに合わせて加えたりできるんですよね。そうですね、先ほどのねセルピア40プラスとか恥骨ね恥骨をダイレクトにやられたいって方はまたおしゃオプションメニューとしてつけてくださったらねいいかなと思います。ね、詳しくは問い合わせて。そうですね、ホームページに結構載ってるんで見てくださったらいいかなと。そうですね、早いです、ね、そうですね、詳しくは動画下の説明欄にリンクも貼っておりますので、先生のところはね、徳島店と何店でしたか、はい、2つありますので、まあ、アクセスのいい方でご覧いただければいいんじゃないかなと思います。あとは坂広先生、実は TikToker でさらに YouTube もやっておりますそうですね、結構スキンケアに関しては、ね、検証とかを体を肌を張ってね、すごい真面目な先生なんで自分で調べなきゃ気が済まんみたいな3ヶ月間の検証した結果とかを配信してますので、自分で動画編集もしてもしよろしければご覧になっていただければなと。リンクはね貼ってますので、血と汗と涙の結晶が、いやでもね、あれもすごいですよ、僕も同業者ですけどようやったなすごい忙しい中頑張りました。ぜひ皆さん一度ね見ていって、まあ、よろしければチャンネル登録もしてみてくださいありがとうございます、はい、これからもこういう全国のおすすめの治療院とかをご紹介したりとか先生動画をお届けしてきますので、よろしければ評価ボタンやコメントどうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。今一番長い先生はサケル先生。いや、一番長いのはね、一番長いのはあやさんなんですよ、あの骨盤職人の。で次に長いのはね、動画に出てないんですよ。あ、そうなんですか。うん、みえこ先生っていう人が、ね、いるんですけどその二人が一番長いかな。僕が臨床時代ずっと支えてくれた二人なので。